iconic cavalcade of electrifying horror. ゴジラっていうのはあれでしょ、あの原始怪動物ですよね。それが怪獣として出てきたと。じゃああれは何類だっていうと、やっぱり一種の生命力、長い生命力を持った爬虫類ですよね。そうするとね、それに体内に内蔵するものが放射能であるとすれば、感情なんか持てるわけないわけで。